栽培してきたアフリカ亀甲竜なんですけども、今日ね、いくつかお嫁に行きます。そのうちのね、一部がこちらの6株になります。今ね、見ていただくと、だいたいね、1センチからまあ2センチぐらい。これが一番大きくて、まあこれが一番小さいっていう感じですね。合計 6株、お嫁に行きます。去年のね、秋から丁寧に育ってきました。大事にね、育って、無事ね、かっこいい姿になれることを祈ってお届けしたいと思います。